緊急事態宣言で生徒のいない教室。見慣れた光景も、この学校は少し違います。動物園の飼育員と一緒ですかね。やらんとあかんですよね。ご飯だらんと変わらない。毎日この作業あるからね、多分教員は来なあかんなっていうのは。ここは大阪唯一の農業高校。田植えだって、動物の世話だって、命は生徒たちを待ってくれません。こっち の, その都合は関係なくて、でこの子たちに合わせてあげないといけない。戻ってくるまでにはしっかり管理としてあげないといけないな。シリーズ苦難の時こそ学びの火を消さないために奮闘する先生たちを追いました。大阪府堺市にある府立農芸高校。住宅街の中に広大な農地や牧場などを持つ府内唯一の農業高校です。そこにはこんな住民も。牛や馬にヤギ、ウサギなどの小動物を合わせるとおよそ400頭の動物たちが飼育されています。5月中旬、その世話をしていたのは先生たち。これ普段はこれ生徒たちが。あ、そうですね、基本的には全部生徒たちがやりますね。農場中をだいたい1日30人ぐらい生徒が来て分担してやるんですよ。そう、休校中の学び屋には主役である生徒たちの姿はありません。新型コロナウイルスの影響で3月2日から休校となり、先生たちが代役を務めていました。もし生徒が帰ってた時に何か病気とかやってたらやっぱり申し訳ないと思います。帰ってきてまっすぐ学べるように。休校から2ヶ月以上、本来生徒30人ほどで行う仕事を数人の先生たちが手分けしてやっていました。動物の世話に休日もゴールデンウィークもありません。生徒があっての農場 で生徒が来ない前提で全てこうできてないというか。先生が世話をするのは普段担当している動物だけではありません。でもハチって聞いたことあるよな。ハチはウサギですね。ハチはここにおるんですか。どこ？これハチ。これハチ。これハチよな。けどウサギミスついてる。餌入れじゃん。餌の種類や量など生徒たちの残したメモをもとに預かった命を守っています。大阪府で唯一の農業高校にはおよそ570人が農業や畜産などを学ぶため府内全域から通っています。中でも資源動物科は乳牛、豚、鶏など家畜の飼育はもちろん、それを加工して販売するまでを学びます。しかし長引く休校で貴重な学びの時間が奪われています。農芸ポークと呼ばれるこちらのブランド豚は2ヶ月経ったら豚の様子もだいぶ変わっちゃうので、こういう給仕方法をしたらどんなお肉の豚ができるんやろうかとか、まあ、そんなのも含めて一応生徒たち考え、ちょっとこんなんやってみていいですかっていうのがやっぱりできるっていうところが大きいかなと。日々成長する動物たちと過ごすこと、それこそが生徒にとっては学びの時間。失われたものは少なくありません。それはこの学校の名物プロジェクトも例外ではなく、孵化場から下ろしてもらったヒナを一から飼育して締めるところまでやるっていうのがこの学校での学びですね。カモの飼育を担当する総合環境部の中村先生。このコースではヒナからカモを育て、その愛情を注いだカモを最後は生徒たちの手で締めて加工します。
まさに命の授業です。高校生が接客とかあと調理とかを全部させてもらって、一日高校生レストランっていうイベントを開いたりとか、命の教育っていうところでもう一連の流れを、はい、体験してもらう。肉質のいい鴨を育てるため選んだのは藍鴨農法。田んぼに藍鴨を放し、害虫や雑草を食べてもらうことで、農薬などを使わずに行う米作りのことです。鴨を育てる田んぼの田植えから収穫まで全て生徒が行うのがこのプロジェクトなのですが、久しぶりですね、1回しか使わへんので、でもう何年ぶりや、3年ぶりぐらいですかね。今年は中村先生が田植えをすることに。先生とはいえ手探りのようです。なかなかいい線というか、思い切りあるね。ああ。思い切りある。最初は不慣れな様子でしたが、さすが先生、2時間ほどで終了しました。あとはもうこのまま育ってもらって、もう6月に生徒が来れたらね、ただその後の管理はお願いしようかなと思ってるんですけど。行ってきます。学校が再開しないまま田植えから1週間、中村先生が向かったのは鴨の人工孵化場です。藍鴨が20羽とアヒルですね、それが20羽入ってます。この後学校に戻って、この後すり込みの作業をするような形になると思います。すり込みとは、鳥のヒナが生まれて最初に見た動くものを親だと思い込んでしまうこと。これもいつもなら生徒たちが行います。もし猫のすり込みやっておれば名前とかつけたりするんですよ。あ、そうなんですね。自分の子供や言うて。生徒たちに刷り込みをさせてあげたい思いはありますが、カモたちは待ってくれません。国語や数学など普段動物と関わりがない先生たちが手を貸してくれました。撮って、その瞬間を、あ、これすげえ可愛いの撮って。でも自分の持ってるのが一番可愛く見えますね、やっぱり。ヒナたちが親と思う前からすでに親バカに。おいって、例えば自分の方に向かってくるとかついてくるってなったら刷り込みできてるみたいな。刷り込みには1話でおよそ30分。さあ、うまくできたでしょうか。今山本先生がやってますけど、はい、この子逃げるもん絶対。一方こちらは全然うまくいかないです。逃げちゃう感じですか。はい、逃げてしまいますね。これなんで。あ、気のせいかな。人が怖がっている状態ではこれから水田に放せたり飼育するときに管理が難しいので、まあ、人間も親と思うということで釣り込みをして。人に慣れさせるためとはいえ、あまりの可愛さに毎年生徒たちは感情が入りすぎてしまうようで、3年生になってくるともうその後締める時のかわいそうやっていうのがもう分かってるから、あまりもうそういう名前はつけへんです。でも1年生とか2年生とかはそこまでまだ至ってへんから、名前つけてかわいいかわいいとかっていうことで締める時に泣いちゃったりとかね。刷り込みは生徒たち不在のまま無事終了しました。そしてこんにちは。こんにちは。6月上旬、長い長い休校期間が終わり、大阪府立道芸高校に主役が戻ってきました。
そしたら長い長い休校が明けまして、本来やったら皆さんがやらなあかんかった刷り込みの作業であったりとか田植えであったりとか、そういうふうなところは我々教員の方でさせてもらいました。この日カモの飼育を学ぶ2年生が休校明け初めて農場に入ります。動物たちと会うのは3ヶ月ぶり。あのヒナたちとはもちろん初対面です。なんかごめんねって感じ。めっちゃ怖い。先生が守ってくれた命、やっと会えました。そのヒナたちが暮らすことになる水田も準備が整いました。本当に可愛かった。去年見れてなかったんで。あ、子供のカモ。あ、よかったです。ね、休み中はなんか どんなことを考えて過ごしてました？早く実習したいなとか、自分たちができてない時にやっていただいているのですごいありがたいです。それからまた1週間、ヒナたちもすくすくと育っています。494。さあ、いよいよ田んぼデビュー。ちょっと本来何パターン。そしたら今から5分間、さっき言った2点観察してあげてください。溺れてる子がいてへんかっていうことと、ちゃんと水田小屋に上がれてる子がいてるかっていうこと。やったらと潜る。この子たちとプール入ったら楽しい。ただただ可愛いだけではいけないので、ちゃんとね、飼育するっていう観点から、うん、そういうところを見てもらわないといけないかなと思います。今年は先生に助けてもらいながらも元気に泳ぐカモを見ることができました。これからね、またヒナの、ね、管理とかもあると思うんですけど、愛情を注ぎまくって接していきます。動物に触れ合われへんかった期間っていうのがある分ね、学校が再開してからその分を子どもらがより頑張ってくれるっていうのは教員としては期待してます。まあ、生徒にヒナを合わせられて、やっとこれでヒナが我々の手を離れるといいますか、生徒らにちょっとこれを託すでっていう気持ちもあったので、そういうふうなバトンタッチをしました。先生が守り続けた学びの場、これからは生徒たちが命を育てていきます。